どうもフリーマンこと長谷川です。今回ですね、韓国がアメリカから600億ドルを借りた話です。オチとしては、韓国はトータルで約640億ドルをアメリカに払うことができるのかというところなんです。まずはこちらの韓国総合ニュースをご覧ください。韓米が通貨スワップ協定、600億ドル規模、為替市場安定に期待。韓国銀行は19日、米連邦準備理事会と600億ドルの通貨交換協定を締結することで合意したと発表した。期限は最短で今年9月19日まで。韓銀によると、FRB は日欧などの5中央銀行と通貨交換協定を結んでいるが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大による国際金融市場の動揺で米ドルの需要が急増していることに対応するため、韓米が協定を結んだという。韓銀は協定を通じて調達したドルを即時供給することで、ドルの需要不均衡によりウォン安が急速に進む国内為替市場の安定化に寄与すると期待した。この記事だけだと、だから何ということでよくわからないですよね。そんなわけで、通貨スワップの説明からしていかないといけません。通貨スワップというのは、 A 国と B 国の2つの国がお互いの同額のお金を交換し合うという協定なんです。今回の場合は、韓国のウォンを担保としてアメリカのドルを借りるというものなんですね。この報道が出た後、情報が若干錯綜していたので、自分はアメリカの中央銀行である FRB の発表を読んでみました。内容としては、韓国も含めた中央銀行が国内外における民間のドル不足解消のために今回のスワップ協定を結んだということになっていたんです。ここからは以前の動画を見ていない方にも説明をしていかないといけないところなんです。韓国のウォンというのはローカルカレンシー、日本語で地域通貨と呼ばれるものなんですけれども、韓国の国内でしか使えないお金なんです。そのため国際取引には使えないため、ドル、円、ポンドのようなお金を調達して韓国は取引をしていかないといけないんです。しかし、昨日のドルとウォンの為替チャート、ドルウォンチャートを見ていると、1ドル1291ウォンを記録していました。韓国の場合、1ドル1200ウォンを超えると中小企業がバタバタと倒れ出していきます。そういったわけで、この数字はとても危ないんですね。本来であれば、韓国は国が持っているアメリカドルを使って安全圏である1200ウォンまで押し下げないといけないんです。ところが、それができていなかったということになります。要するに、使えるドルがなくなっていたということになるんですね。そんな中で、今回の通貨スワップの話が出てきたということになります。その600億ドルのスワップ協定に合意した後、韓国はすぐにそのお金をドルウォンの為替介入に使い始めています。しかし、通貨スワップは本来市中銀行、つまり民間に貸し出されるお金なんです。そういうわけなので、為替介入には基本的に使えません。それにもかかわらず、韓国は早速そのお金を為替介入に使い始めています。このあたり、ある意味では韓国の様式美と言えるんですけれども、問題はその後なんです。おそらくこのままだと、韓国は本来の目的と違う為替介入にドルを使い込む可能性があります。しかし、今回の通貨スワップというのは、韓国がアメリカから600億ドルを借りているので、利子をつけて返していかないといけないというところがあります。今回のスワップの期日というのは、先ほどのニュースソースでも紹介したように、最短でも2020年9月19日となっています。その日までに全額を韓国は返すことができるのかというのが一つのポイントなんです。そして、韓国には在韓米軍の駐留費用という問題があります。現在、在韓米軍は1年ごとに契約更新をしているんですけれども、その駐留費用の交渉で大変難航しております。今のところ40億ドル、日本円にして約4200億円という金額がアメリカ側から提示されています。今回のスワップ分と合わせて、合計で640億ドル前後の金額を払えるのかという点においても、自分は大変気になっているところです。また、以前の動画で話した時よりも、韓国からの入国制限を受けている国、地域というのが増えています。
現在では172の国地域に上っているんです。そんなわけで韓国の得意分野である貿易でお金を稼ぐというのが大変難しくなっている状態です。とはいえ数々の奇跡を起こした韓国ですから、仮に世界195の国地域から入国制限を受けたとしても、必ずそれを乗り切ってアメリカに全額を払えるものだと自分は強く信じています。最後までご覧いただきありがとうございました。自分のこのチャンネルは経済、外交、福祉などの問題を取り上げて、現状よりもどうすれば良くなるかについて話しています。もしよろしければチャンネル登録、それからグッドボタンを押していただければ幸いでございます。またお会いいたしましょう。